人は2つのタイプに分かれます。オリーブが好きな人と嫌いな人です。オリーブが好きな方、オリーブって瓶や缶入りのものしかなくて、生のオリーブはどこにも売っていないって気づいていましたか？理由は簡単です。生のオリーブはとてもひどい味で、スーパーが売りたがらないのです。本当なんですよ。缶やオイル、化学物質のおかげで食べられる味になっているんです。それでも嫌いな人はいますけれどね。スーパーには窓がないって気づいたことはありますか？理由はいくつかあります。まず、お客に店内で長い時間を過ごしてもっと買い物してもらうため、外と違った雰囲気を作って外界からお客を遮断しているのです。例えば、外が暗くなっても雨が降っても中からは見えません。それで時間の感覚がなくなるのです。カジノと同じようなことです。他にも理由があります。例えば、窓があると商品を並べる棚のスペースが限られてしまいます。それに、直射日光で商品が早く悪くなったり、ラベルの色が褪せたりもします。ファッションブランド H&M の名前はベネッス&マウリッツの略だってご存知でしたか？スウェーデンの会社で、もともとは女性服のみのブランドでした。それでスウェーデン語で彼女のものという名前のヘネスという名前をつけたんです。マウリッツ・ウィルドフォースは狩猟用の服の小売業者で、後にヘネスのオーナーに買収されました。そして男性服も発売するようになり、名前をヘネス&マウリッツ、つまり現在知られている H&M に変えました。次もマーケティングについてのお話です。オレンジはいつでもどこのお店でも赤いメッシュの袋に入っていますよね。袋に入っていないものは稀です。それにも理由があるんです。袋の色が重要なんですよ。赤いメッシュの袋に入れるとオレンジのオレンジ色が引き立ち、新鮮で美味しそうに見えるんです。それだと購買意欲をそそられますよね。レモンも同じような理由で、多くの場合緑色のメッシュの袋に入っています。赤い袋に入れるとオレンジ色に近く見えてしまいます。緑色の方が黄色とあって、レモンが目立ちます。世界には私がわからないことが本当にたくさんあります。その一つはこれです。なぜマーズやスニッカーズのようなチョコレートバーには下の面にジグザグの線があるのでしょうか？実は、まあ当然のことですが、あの線は製造過程でできます。チョコレートバーは製造時、円筒バーのベルトの上に乗っています。この機械を使って溶かしたチョコレートでバーをコーティングして、特定の温度に保って固めます。ベルトが平らでなく模様がついているのは、余分なチョコレートを回収するためです。チョコレートが固まると、その模様がついたままになります。古いチョコレートって表面が白っぽくなりますよね。これは時間の経過とともに、板チョコに含まれる液状の油、例えばココアバターがチョコレートの中から出てきて表面で結晶化するためです。これがファットブルームと呼ばれる白い粉です。食べても全く害はありませんよ。もしどうしても気になるなら、私に送ってください。処分しておきますから。食べるってことですけどね。ペロペロキャンディーの棒の端に四角い穴が開いているのには理由があります。キャンディーを棒につけるとき、飴が少し穴に入ってしっかり固定されます。こうすれば、どんな形のキャンディーも棒から落ちにくくなるんです。卵の黄身の色には、薄い黄色から濃いオレンジ色までいろいろあります。なぜ色が違うのでしょう？鶏の種類のせいではありませんよ。鶏の種類によって変わるのは殻の色だけです。黄身の色は鶏の食生活に影響されます。黄色やオレンジ色の色素が多い食べ物を食べていると、黄身の色が濃くなります。でも、黄身がどんな色であっても栄養価は同じなんですよ。次も農場についてのお話です。外国で一般的なこれらの納屋を見てください。共通点は何でしょう？ええ、赤い色ですよね。全て赤です。いろんな色のペンキが手に入るようになる前は、納屋を塗るペンキは自分で作らねばならない時代がありました。昔は農家の人々は納屋をオレンジ色をしたアマニ油で密閉していました。アマニ油に牛乳とライム、サビも混ぜました。サビは手に入りやすく便利で、苔や菌類を撃退する力があるからです。これらの材料が合わさると赤い色になり、それをペンキとして使っていました。
現代はただ風習として赤く塗る習慣が残っています。車や自転車のタイヤにゴムの毛のようなものがあるのに気づいたことがあるのではないでしょうか。特別な目的があるのでしょうか。いえ、ないんです。毛のようなものはタイヤの製造プロセスでできます。ゴムにカーボンブラックを加え、タイヤの型に入れます。そして高い空気圧で型全体に広げます。良いタイヤを作るにはゴムが表面全体を均等に覆う必要があります。ですが問題があります。型とゴムの間に気泡ができるんです。空気を逃がして気泡ができないようにタイヤの型には小さな穴がたくさん開いています。少量のゴムがそこに入ります。そしてタイヤが完成すると細い毛のようになるんです。あっても害にならないので、わざわざ労力を使ってその毛を取る人はいません。車の窓についている小さな黒い点はクロセラと言います。ガラスの表面をザラザラにして、車体にガラスがしっかり接着されるようにしているんです。また黒いエナメルは紫外線をブロックして、窓の周りのバンドの下の接着剤が溶けるのを防いでいます。黒いバンドは透明のガラスより早く温度が上がるのです。黒い点が温度を均等に分配する助けとなっています。バスのハンドルが巨大なのには理由があります。バスは普通の車より大きく重量もありますよね。なので曲がるのが難しく、普通の車よりもずっと多くの力が必要です。大きなハンドルは半径が大きいので曲がりやすくなります。それに小さなハンドルよりも力がいらないんです。トラックのハンドルが大きいのも同じ理由からです。またバスの座席は明るい色の模様がありますよね。理由を聞いたらゾッとしてしまいますよ。模様で汚れを隠そうとしているんです。色が鮮やかで模様が多ければ多いほど汚れが目立ちにくくなります。しかも模様が鮮やかだと汚れに気づくほど長時間見つめたいと思わなくなります。おかしなことですが、模様は乗客の目をそらすためについているんですよ。それでも見るなら、模様のせいで汚れに気づきにくいのです。ちょっと汚いですね。それと同じ理由で、病院やホテルのシーツは白いんです。清潔基準の高さを示すためです。冷蔵庫の中にはライトがありますね。ライトが消えるのを見るために中を覗いたことが誰にも一度はあるんじゃないでしょうか。ですが、冷凍庫にはライトがありません。なぜだか気になりますね。主な理由は、冷凍庫にもライトをつけるとメーカーにコストがかかるからです。大した金額じゃないように思えますが、ライトだけではなく配線や固定具、スイッチなども必要だということを忘れなく。メーカーはできる限りコストを抑えたいと考えます。それに冷凍庫にライトは必要ありませんよね。冷蔵庫ほど頻繁に中を見ないからです。それに古い冷凍庫は氷が中で結晶化して、ライトをつけても氷で覆われることになります。おそらくそのために最初からライトがなく、今もそのままなのでしょう。多くのリュックには2本の平行な切れ目が入ったダイヤの形のパッチがついていますよね。便利な使い道があってついているんですよ。水のボトルや靴を切れ込みから吊るせるんです。ハイキングに行った時特に便利です。こういったものを手に持たなくていいなら助かりますよね。熊と戦うのに両手を開けておいた方がいいですから。冗談ですよ。